田植えが始まるので、田植えの準備で種をまいたり、田植えをする前に耕運したりとか。水張ったこの田植えの時期が風景めちゃくちゃ綺麗です。すごい好きです。農業法人アグリテラスアジス社長の長尾智美さんです。新潟県出身の智美さんは13年前自身の病気をきっかけに夫の実家がある山口市アジスに移住しました。見えるところは、はい、ほぼ今作ってます。夫の正弘さんと始めた農業は年々農地が拡大し、2021年にアグリテラスアジスを設立しました。現在16人を雇用し、水稲や麦、野菜などを生産しています。規模の拡大には農業が抱えるある課題がありました。やっぱり一番は高齢化がで離農する方が増えてるかなっていうのが一番の大きな要因だと思います。周りも機械の買い替えとともに辞められる方が増えていて、もう作り手がいないから引き受けてほしい、田んぼを引き受けてほしい、そうやって加工を引き継いでほしいっていう話がどんどん来るようになって、これから担い手が減っていって多分荒れ地になっていくと思うんです。うちが作ることによって草ぼうぼうじゃなくって、こういう作物が植えてあると景観が保たれるんですよね。景観も一緒に守っていきたいっていう思いから、できるところは出て作りたいなっていう思いでやってます。担い手がいなくなり、失われるのは農地や風景だけではありません。缶付けは主人の生まれ育ったこのアジスのソウルフードで、大根の風味と歯ごたえが特徴の缶付けは昔から地域で愛されてきました。昔ながらの作り方だからすごい手間がかかるんですよ。もうやめるんよっていう話から、あ、もううちが始めないと給食、何十年も続いた給食の缶付けもなくなってしまうっていうので、作り手がなくなったり高齢で辞めてしまったりし、一時は途絶えてしまいます。受け継がれてきた味を守るため、ともみさんは加工事業を始めます。後世にこんなに美味しい漬物があるから残していきたいっていう思いで始めたというか復活させました。道の駅に並ぶアグリテラスの商品、食品加工を担当するともみさんは県産野菜のピクルスも手掛けています。いきます。加工場に大きな音が響きます。米に圧力をかけて作るポン菓子はシンプルに見えてなかなか難しいそうで、あれが叩けないとどんどん圧が上がって中で焦げちゃうので、もう必死よね。叩けないみたいな。あと1分間で焦げる。4月にお披露目されたポン菓子やお餅などの新商品です。開発を担当したのは入社2年目、若崎琴乃さん。原材料からうちで作ってるところで、昔ながらのお菓子っていうのを大切にしたくて、お米を使った揚げかき餅だったりポン菓子だったりを作ろうと思いました。アジス育ちの若崎さんは高校で農業を学び、食品加工に興味を持ちました。農業高校で勉強したことを活かせる職種して、で地元でなんかそういうのがないかなと思って、まず一旦こうアジスで調べてみようと思って、こんなこう幅広くやってるところが地元にあるって知らなくて、受け継がれてきた食文化を大切にしたいと言います。何代にもわたってこう引き継がれて、自分も次は引き継いでどん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 つなげていきたいなと思います。アグリテラスで活躍する農業の未来を支える世代、
操縦しているのが、このドローンの免許を持っている地域で20歳になります。補助に入っている2人は、この春入った福田と、あと、昨年入って2年目の18歳の野崎になります。はい、農業が大好きで入っているので、もう日が暮れるまでずっと止めないと作業している子たちばっかりなので。野崎くんはそこの田んぼをおじいちゃんとちっちゃい時から作ってて、何メートルだったっけ。野崎周平さんはアジスで米作りをする祖父の手伝いをして育ちました。そこの子です。じいちゃんとやって、で、なんか将来的になんか本当は最初は個人で経営っていうかそういうのしたかったんですけど、いろいろ考えたら厳しくて、で会社入ってやりたいなってなって、それでやっぱ家でやりよったことと違うところがやっぱりすごい多いんで、そこがすごい面白いですね。一つのエリアを任されて一から全部自分で作ってみたいっていうのが今のところの目標かな。うん、そのためにはね、まだ覚えることがいっぱいあるね。将来的に考えて、うん、そうだね。だからもう目標3年後とか ね、2年後に据えて全部水管理やら覚えて、ですね、覚えてやって、うん、そういう計画というか個人でも持って、うん、そうですね。やっぱり目標を持ってそこに向けて、うん、日々学んでほしいなと思うので、うん、防カビ剤などの散布のためドローンの免許も必要です。いずれかは多分取り関東そうね、うん、頑張らないと筆記があるらしいよ。はい、アドバイス。えどれだけ大変だったかアドバイス。すっごい難しい。多分無理と思う。脅しでしかない。脅しでしかないや。正直正直おととしドローン免許を取った椎木幸太郎さんは、会社だからできる農業の楽しさを感じています。大きい機械に乗れる、家じゃやっぱ新しい機械とかそんな買えんし乗れないし、やっぱ大きい機械は大きい会社っていうか農家じゃないと思ってないんで、それがありましたね。ちょっと結構まあ毎日やっぱいろんな作業とか日々やっぱ変わっていくんで、どんなことが一番楽しいですか。機械ですね。機械の調のが一番それが楽しいです。継続して授業をやっていく中で若い子の力は絶対必要で、うちに来てる子たちっていろんな、まあ、中卒からもう大卒まで大学院まで行った子もいるんですが、やっぱりそういった多様性っていうのは大切にしていきたいなと思ってて、幅広い世代が集まりそれぞれの経験を生かし、生産や加工にとどまらない新たな事業展開を目指します。種類が増えれば増えるほど結構大変なんですけど、大変な分得る楽しさも喜びもあるので、これからも新しいものは作り続けていきたいなって考えてます。若い子のために次のためにっていう思いだったら前に進めるので、その気持ちでチャレンジし続けてるんだと思います。ここアジスが自分のふるさとになったと話すともみさん。美しい、はい、そうですね、これを守っていこうって思いますね。